全ての願いは叶えた。ではさらばだ。おい、おい、聞こえるか？目が覚めたようだな。気分はどうだ？そうか。どうやらリンクシステム自体は正常に稼働したようだ。聞きたいことは山ほどあるだろうが、まずは自己紹介をさせてもらう。俺は16号レッドリボン軍に作られた人造人間だ。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。驚くのも無理はないが、これは現実だ。本来ならお前の精神が孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまぬ、何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それはもしもし、聞こえているなら返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。フリーザは俺の声が聞こえているだろうか。奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみてくれ。なるほど、無作法者ではありますが、最低限の挨拶ができるようですね。もっとも挨拶の時で私が許すことなどありえます。ようやくお出ましですか。説明するまでもないですよね。さて、あなたには聞くべきことがいくつもあります。まずは何が起こっているのか状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分マシですが、あなたは何か勘違いしていませんか。この私が教えろという以上答える以外に道はないのですよ。私をこれ以上怒らせたくなければ知っていることを全て吐きなさい。でないと後悔することになりますよ。フリーザ、聞こえているのか。俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝えた。お前は今リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。
分の意志では木を放つことはおろか、敵を殴り飛ばすことさえかなわないはずだ。ざれ言はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでしたら、今すぐあなた方を消して差し上げましょう。そうすれば、この私を乗っ取ることにも不可能だと気づくはず。さあ、死になさい。聞いているか。先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただ一つ。それはそいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらえる。つまりこの方に私の体を好きに使わせろと。まったく笑えない冗談ですね。あなた、ぼさっとしていないで、さっさと私に体を返しなさい。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、今ここにいるあなたにはどうでしょうね。私は散々待ちました。もう我慢の限界を超えているのですよ。私がその男と話す必要があるのです。さっさと引っ込みなさい。まさかお前は。ようやく直接話すことができますね。もっとも言い訳を聞く気はありませんが。あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい、話が早くなる分には問題ない。ごたくはいりませんよ。さ、覚悟なさい。な、私は今肉体を取り戻したはず。これで分かっただろう。戦いはお前の中にいる奴に託すほかない。リンクの影響で動くことはできるだろうが、もしこれを解除したら。いまいましい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず、こんな雑魚を憑依させるとは。
一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の精神と力を封じた犯人は別にいる。なんですね。奴の名は人造人間21号。今レッドリボン軍を指揮しているものだ。数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるですって、ずいぶん甘いことを言いますね。その話が本当なら21号を消し去れば済む話です。そんなことをすれば二度と元に戻ることはできなくなるぞ。この私を脅すつもりですか？精神と力の封印を解く方法は奴にしかわからない。ふざけた話ですよ。私がそんな話を簡単に信じるとでも？とはいえ、このままでは拉致が開かないのも事実。私の中に居座る雑魚地球人、今の話聞いていましたね。実に腹立たしい話ですね。あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったく、こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ、私の名を汚さぬよう命がけで務めを果たしなさい。できるのですか？どうやら今までの雑魚とは違うようですね。お前もぶち壊そう。ま、少し話せたところで、おつむは他の雑魚と大差ないよ。いいでしょう。今つぶしに私の強さを教えてあげますよ。
しやがって。うん、突き止め。チーズ。ちょっと脅しやる。ちょっと脅しやる。ちょっと脅しやる。動け動け。今すぐ黙らせてやるぞ。この土なら許さない。ここまでだ。ちょっと俺でやるか。
ただの雑魚かと思いましたが、少しはやるようですね。手加減したとはいえ、この私の攻撃を受けて生きているとは。待て、いや、待ってください。まさかフリーザ様ですか？なるほど、ご自分の身の程はわきまえているようですね。もう申し訳ございません。以前フリーザ様の下で働いていたサイヤ人のナッパです。ナッパ？ナッパ、そういえばそんな名前のサイヤ人もいた気がしますね。ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので気づくのが遅れてしまい。おや、あなた、この姿を見るのは初めてでしたか？しかし自分の主人も見分けられないとは、あなたの忠誠心はその程度ですか？めっそうもない。フリーザ様のためなら、たとえ火の中水の中。その言葉に嘘はありませんね。ならば私のために存分に働いてもらいましょうか。